始まりましたホームベースチャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、顔面ホームベースガタです。はい、今回の企画はですね、納豆チャレンジ。はい、タイトル聞いてハーってなった方多いと思うんですけど、この間たまたまテレビ見てた時に、最近ジャパニーズ納豆が海外でとても有名だということをちょっと見てしまいまして、今回はジャパニーズ納豆でご飯をいっぱい食べていきたいと思います。おすすめの納豆をちょっと紹介していきたいなって思います。見てください、これお米めっちゃ綺麗に漏れたと思いません？これ、はい、これお米、ちなみにこれ 1.5 合お米です。今回食べる納豆は梅風味黒酢だれ。はい、この納豆実家ではよく毎日のように食べていた納豆です。はい、もう実家の味、実家の味の納豆、もう食べ慣れたこの納豆、大好きなお米、もう幸せの企画ということで、今回納豆をチャレンジしていきたいと思います。やっぱり納豆を初めて食べるので、もう納豆初めてです。梅風味黒酢だれ。はい、この納豆実家ではよく毎日のように食べていた納豆です。はい、もう実家の味。初めて納豆を食べるときに取ると思います。なんか納豆を食べるときに始めてた、なんで初めてなんですよ。ちょっと納豆初めてで緊張します。ちょっと初めてで怖い。納豆ってそういう食べ物があったんです。はい、でここで登場するのが、はい、お手元です。違うの、お米が美味しそう。ちょっと一口お米味にしてもいいですか？一口だけ。あ、でも結構いいの。2粒落ちました。米、最高。はい、納豆開けていいの？衛生なんですよ。これ納豆のこのネバネバ使わずに取れる方法が知りたい。なんかめっちゃネバネバするじゃないですか。なんかよくライブハックみたいなので流れてくるのありますけど、どうやったらこのネバネバをなくせるのかっていうのを知りたいなって思います。わー、うまそう。ジャパニーズ納豆、ジャパニーズ納豆。食べていきます。いただきます。やっぱり納豆には米ということで、これは、おいしい。完食。食べ終わりました。こちらですね、こちらもう見てください。もうピッコピカに食べちゃいました。はい、ということで 1.5 を食べてしまいました。余裕ですよね。はい、余裕。まあっていうのも、私は本当にお米好きで、高校時代の時、遠征合宿とか遠征の時にお米5杯おかわりして、で何もにふりかけとかなく普通にご飯食べたこととかあるんで、もう本当にお米だけは大好きなんで、はい、高校時代一番仲がいい後輩からベイちゃんって呼ばれてました。はい、ベイって呼ばれてました。ということで今回の動画よかったらお見せかったので、また続きが見たら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、つまり恵んでください。